えーっと、鳥みきの漫画についての話だね。あのーえーこ、この人の漫画がさ、その、全部同じコマの、う等間隔のコマで書いてあって、えー、なんかスーパーヒーローが登場して、子供がすっ転んだところに駆け寄ったら、うーうー 変身している間に子供が失血多量で死んでいたというね、えー、それを二色カラーのー漫画で投稿してたと。12コマだったから9コマだったから、まあシュールな漫画ですよね。このシュールな漫画が投稿された。で、これに対して一人の読者が反応して、えー、多分 お若い人なんでしょうなあという感じですね。だから、と、取りきを知らない人があ、例題として藤子不二雄を例に出して、藤子不二雄の漫画の、その、こ、マの枠であったりとか、その表現方法であったりとか、えー、まごまを使えとか、集中戦を使えとか、<laughs> ええっと、僕世代の、 人からすると、お鳥見き先生に何言ってんだっていうような、ああ、ことをしてる。でも、知らないっていうのはそういうことだし、あの、一番大事なのは、あの、この、漫画家がさ、何かを作り出す。そして、それを誰かが読む、ですね。で、読んで感想を言うとか、読むこと自体に昔は漫画を買うっていう、ね、お金を払って漫画を買うっていう、うクッションも、 ありつつ、だから、えー、生産者と消費者がいて、えー、消費者がそれを食べてうまい、まずいっていうのは自由なわけだし、その、食べてもらわないと漫画家は、その、生きていけないわけですよね。あこの構造だなと思って。で、えー、その、感想というか、批判というか、それを書いた人に問い向きが、すいません、精進しますっていうふうに言ったんだけど、そっからが、展開が面白くて、 うん、あの、ご本人がすいませんでしたって謝ってるのに、ね、ここに鳥きがいるとするわほんで、えー、ここに消費者 A がいるとするわ、ね、こ,この人のやり取りに、この鳥き陣営の方にさあこうにさ、名だたる漫画家がこの人の援護に入るんですよね。援護射撃をするんですよ。まさか鳥きを知らないとはとか。 あの、音体に向かってなんてことなんて言うんだけど、あの、なんかこれがさ、その、鳥見きが水戸の五郎公に見えてさ、その、長はさんじた助さん角さんたちに守られてる構図に見えてんのが、あ,あの、非常に良くないなと思いました。まあ、その、ね、歴史認識正しく指導的な感じなんだろうなと思うんだけど、これをすることで鳥見きは孤立するよなと思ったりするんです。 あの、偉い先生に祭り上げて、実はこの人は、優勝正しく生まれの漫画家様であるっていうような持ち上げられ方をして、その引けしに取り引き本人が今、一生懸命になってるっていうところがあって、ああ、良くないなーって思いましたね。あの、人間守られるようになっちゃうおしまいだなっていう <laughs>、みんなが善意でやってることなんだけど、 うーんこれは話しとかなきゃいけないよなって。だから、さっきも言った通り、その、制,制作者とあ、作者と読者っていうのがいてこ、このこう、関係があるから漫画は売れるし、漫画は読まれるわけですよ。だから、この、批判する人を、あの、叩いてはいけないというか、叩き始めたら、この人はもう買わなくなるわけだから、そのジャンルの方をね。 まあ、それでいいっていう人もいるんだろうけど、あーあ、この不健全な構造が出来上がってて、これは全てにおいて発言権が全ての人において、平等に与えられてるから、出来上がるんだなと思ったりとかいたしました。まあ、あとは、だってもう今令和の4年でしょ ?2022 年ですから、それは昔の作品、 昭和の作品知らない人がいてもしょうがないよなと思うし、それを知ってるからっつってマウント取ってもしょうがないよななんていうのも思ったりいたします。だってこの人たちがいないと漫画家とかアニメーターとか食っていけないんだから、見てもらわってお金を払ってもらって漫画家とかアニメーターとか小説家とか映画監督とか暮らしていけるんだから。これがね、大先生でございなんつってやるのはいかがなものかなと思ってさ。 ちょうど今ね、テレビでね、この配信する前にね、あの、中井貴一と小説先生となんか対談してる番組があって、それで、まあその小説先生がとにかく、まあ30年か40年のキャリアのある大先生なんだけど、あの、あの、お前そんなに偉そうなこと言うほど面白い小説書いてねえよって僕なんかも思ったりするんですけど、 それは買って読んだらまあ文句の一つも言っていいだろうとは思うんですけどね。あの、偉くなっちゃうおしまいだね。やっぱね。その大先生は偉くなったらおしまい。自分が偉いんだと思って、なんか世の中に物申すとかさ、ご意見番みたいなのを気取ったりし始めたらもう終わりなんだなっていう。だから、感心しましたよ。その、と取りきが、その、 すごくこうね、真摯に、その、表現に対して、そして自分を守ろうとする人たちに対して、待て待てと、と。これは僕の実力不足であるし、その、ね、分かってもらえる人と分かってもらえない人がいるのは、わ自分でも自覚してるからこ、これ以上俺のことを擁護するのはやめてくれというような形で、いさめてる感じ。それでも擁護、擁護する人がどんどん増えて、 止まらなくなる感じとか <laughs> あの俺の、俺の取りみきをっていうのであの、怒ってる人たちがさ、いるのが面白かったですね。だからこれは誰も悪くないし、終わってないしってことだと思います。あただからその、いろいろ考えちゃいましたね。ゲーム実況者ってなんだろうみたいなさ。ゲーム実況者って、 そのゲームがあってそのゲームをなんかピーってなったらああそうかご飯炊いてたのか <laughs> すみませんご飯が炊けましたあのゲームを遊んで反応する人は消費者かそれとも生産者かってことですよねそのゲームの反応を見て動画を見て楽しむ人がいるからじゃあこれは生産者になりえるだろうと思うんだけどこの人はゲームを作ってないわけですよね だから今すごく微妙な、あと評論家とかね、えあと映画の感想を言う専用の人とかねあの、お前は撮ってないし、ね、その、欲しい、な、何個ですみたいなこととか <laughs>、言う資格もねえんじゃねえかなと思う感じね。でもそれがあ,ある程度みんなの生活に馴染んで、そういう職種の人も、 出てくる中で、えー、この100%消費者ですと私はそのなんかこう作品とかいろいろ見ながらいろんなその批判をしますとあこ,こんなんじゃねえというようなことを言うというのがなってくる中でそのこ心根というかその自分の立ち位置はここなんだと。 で、そう、そういう人もたくさんいらっしゃるだろうと。評論家もいるんだから、じゃあ俺も俺なりの意見を言う機会があってよかろうというのは、ごもっともっていう感じでね、あのー、思いました。それと同時に、やっぱ01で何かを作り出す人、ね、うん、生産者と、か、完全に1となったものを、もぐもぐって食べてうまい、まずいっていう消費者に分かれるんだよなと思ってね。 これをどう見たらいいいのかなっていう感じだ、ったたりはしますただ関係性としては、読んでくれる人がいないと、書く人は、お仕事がないっいうことになるし、あのーそ、そこは本当大事なんだろうなと思ったりします。この読者はいらないっていうのを、生産者は選べないっていうことだよね。この人に食べてほしくないっていうものが、ないケーキ屋さんでこの人はできんですっていうことができないっていうね。 居酒,屋居酒屋はあるのかこういうお客さんは出んですみたいなのはあるのかなお酒飲むとね、よくないよね。なんだっけ、人殺したとか殴ったとかうーセクハラをしたとかっていうそのニュースになる大体の人はお酒を飲んでたりとか酔ってたりとか覚えてないとかって言ったりする感じとかね。あれはよくないなぁと思ったりとかいたします。はぁ、あ。 というわけで、今日の話は、鳥みきの話と、あの、あの、その、漫画を勝手に批判する人も世の中にはいるし、それがいないと、漫画家はおまんまが食い上げになっちゃうっていう、ことになるんだよっていう話でした。だから、僕はこ、ここで援護射撃した人は、あの、気持ちわかるんです。僕も昔そうやって、その、 援護射撃をされたことがあるから、そのね、誰か一人の人が僕に対して攻撃をしたときに、まあ、そのリスナーの人であったりとかが、いやいやいや、ほら、君が悪いよっていうのでさ、ああいう時のさ、自分の居心地の悪さっていうのはさ、だまあ、そのき、規模の大きさとか地位の高さ、低さはあるにしてもさ、あれは良くないね。あの あのえ援護射撃はほんとくないと思う。あ,のあと、その援護射撃をされると自分がこの味方がいるんだっていうことで自分のその気持ちも大きくなったりとかするだろうからなんかねそういう意味で僕はちょっとね取りみき大先生のね。あの しょ、その対応つのに感心した次第です。僕もその取り引きの援護射撃をしようとは思ってないんだけど、立ち振る舞いとして、これやったらダメなんだろうなっていうのも、やっぱ分かってる人なんだなと思ったりしますね。そこで図に乗ってさ、あの、私は偉いんだっていうふうに思ってしまう人もいる中で、 多分こう自分を利するのがうまい人だなぁと感心した次第ですちょ。ちょっと株上がったけど、でも多分もうちょっとしたら取りみき死んじゃうと思うので。<laughs> だって相当お年の方ですからね。いやまあ、ご健康にあってくださいと思ったりするところでありました。面白かった。 あと、今日これ一本で話できるなぁと思っちゃったんで。はぁ、あ、ね。ただ、この後また僕は SNS を、今日、今日もう一回見ちゃったから、あと見ないんですけど、あの、まあ、続きが気になるかっつうと気になりはしないねあの。関係性が見えて、僕が見えたのはその援護射撃する人たちの、うん、SNS 慣れした感じであるとか、 歴史マウントを取る感じとか、の方が気になったんで、それすら悪意ではないのでね、この人を守らなきゃっていうぐらいにその人のことが好きなわけだから、それもダメなんだよってことではないんだけど、あの、もうそうそうたるメンバーが、取り幹の前を囲んで、控えおろーってやってる感じが、 いや、まあ、今の人を取り見きじらないだろうしなと思ったりするんでね。だから、そ、それはやっぱ、あの、何か事件、あまあつ、常にそうやって継承し続けて、この人はすごいんだとかあ、今だったら西尾維新はすごいんだとかさ、あの、誰だ今西尾維新以外思いつかないけど、なんかちょっと前時代的な人でさ、あの、 今、誰も知ら、知らないというか、耳にしないような人とかが、そうやってね、10年後ぐらいにさ、またその批判の的になったりするとかあるかもしれないけどそ、その時にどう立ち回るかですよね。で、批判の声が大きかったり、その声に騙されるというか、そっちの意見に乗って、その、そ,それこそ、なんだ、本当は大先生なのに、う そ、その評価で、後も語られる。頭脳戦艦ガルがクソゲーだって言われる感じね。一人の、うあれ、誰だっけ、えー、ロン、ロンゲサングラスの人が、あの、頭脳戦艦ガルはクソゲーだったんだっていうことを言うと、遊んでもいない人が頭脳戦艦ガルをクソゲーっていうことが広まってしまうっていう。 あの悪いこともあるよなとは思ったりするんですけど、そ,そうさせまいと動く人も、そら、いるだろうなとと思うんですけど。でもやっぱ、頭脳戦艦ガルはそこで俺はクソゲーじゃないって言っちゃダメなんだよね。クソゲーだって言われてすいませんですねっていうのが、頭脳戦艦ガルの立ち位置として一番いいって、次、次のゲームは頑張りますっていうのが、一番の最前提なんだなというふうに思う感じで、ね。 でもね、ガルを好きな人はやっぱ譲れないわけだけど、ね、これはもう、いろんな道路に、あの、あこう、転換できる話だけど。いやー、そうだった。だから、ほん、本当にね、で、こ、今回の流れの中ではその消費者の人がさ、すごく叩かれてたりとかするし、でも、この人は逆に潔がい,いんですよね。自分はゲーマーだし、ゲームを遊ぶ人だし、その、趣味人だって言ってんだよね。 ああもうここまで開き直ってんだったらもう拍手を送るしかない。<laughs> あのあこ,のこの人の考えはこうなんだなっていうのがあるんで。あでも、この人を叩きたがる。なぜなら、取り引きの方が知名度としてもあるしあ、ね、こっちの味方についた方がいいだろうっていうふうになるんだけど。でもこれは関係性だから、読者と作者の関係性っていうところを、 みんな見落として、あこういうやつがいるんだったらっていうので、あの、なるのは本当よくないなというふうに思いました。まあ、なんとかあー、明日になればまたみんな忘れるんだろうなと思ったりとかするんですけど、そんなふうなことを思いましたね。あと、まあ、忘れるという話で、もう取りきの話は忘れよう。あの、 コロナというものが、ね、あってさ、で今、結核じゃなくてんだっけなんか新しい病気がさなんかいろんなところで何件見つかったとかさ、肝炎だっけ、うんまあ、この間にウクライナの戦争とかもあるし、ね、あのもうこういうのでこれこれ、コロナっていうのが昔になって、この書き換えが今さ、始まってんのが。 ね、コロナだけに怯えててどうするんだ、他にもいろんなその病気があって、みんなそれに対抗しなきゃいけないんだっていうので、もうね、あの <laughs> この何年か、みんなが引きこもって暮らしてたことを、もうみんなで忘れようっていうので、もう、あとはいろんなところの,その,あの異常気象であるとかね、こ,これ、すごいよね。情報の書き換えで僕らは本当に 忘れてく生き物なんだっていうね。あの、だから、まあそうしないと生きていけないし、えー、それしかないんですよ。特効薬がないんだから、ワクチンはあるけどか、かかった後に重症化する前にこの薬飲めばいいですよみたいなのが開発されないから、あもうこ,これで行くしかないっていうねあの。みんなかかるもんだっていうね。 あとはマスク外すといろいろ商売もしやすくなるからっていうので、えー、じゃあそのためにはどうしようかってうので、新しい病気をニュースに出すんだね。こ,こういうのが子供のたちの間で今ちょっと流行ってます。そりゃ、そりゃそうですよ。何年かに一回そのインフルエンザとかあー大流行したりとかするのと同じですから、まあタイミング的に今そういうのをなんだろうなと思ったりとかします。コロナだけにな、なんかできない。 でも、中国は、まだロックダウンしてるし <laughs>。個人的には僕、ゼロコロナ政策ってすごいなと思うから、いいぞ、やれやれと思うけど、日本の感染者もどうせ、その、3000人のラインから下に行かないんだろうしさ。じゃあ,あ、まあそ、その中で、毎日、5、6人死んでるぐらいだったらいいだろうっていうので、ね。 まだコロナで騒いでんのっていうような見方でその、新しい時代を生きようとする人が今生まれてる、もしくはそ,のそ,そういうふうにこう誘導しようとしてるメディアがあるっていうのは、まあ、それはけしからんってことは言えないよな、なんていうふうに思ったりするわけです。でも、僕が当初予想してた4年か5年はずっとこの、 人類は停滞するんだろうというところからは、ね、3年目でマスク外しますよって流れになっているのは、思ったより早いなというふうな気はしてたりしますね。うんまあ、そんな感じです。というわけで、今日の話は以上になります。ありがとうございました。